ポール・ルイ・ルーニョンは、フランスの作曲家、ピアニスト、音楽教師。ルーニョンは、ポワチエに、ルイ・ルーニョンとクレール・クロチルド・ロバン夫妻の子として、生まれた。リセボナパルトで学んだ彼は1861年に、超高生として、パリ音楽院に入学し、翌1862年には正式な学生となった。彼は、エドゥアル・バティスト、フランソワ・バザン。 アンブロワーズ・トマ、アントワーヌ・マル・モンテル、そしてセザール・フランクといった名手らの下でピアノ、音楽理論、作曲を学んだ。ルーニョンは1865年に音楽理論、1868年に火星学、1870年に大移法で学位を取得している。1873年、27歳となったルーニョンは、トマが院長を務めるパリ音楽院の教授に、 就任した。彼は1921年に退官するまでの間、音楽理論、大対法、風画の講座を受け持った。彼の文化からは、アルフレッド・コルトー、イブ・ナット、フェルナン・ムーブラド、ノエル・ギャロン、アンリ・ミュレラが輩出している。教育活動の傍ら、彼は、オルフェオンやササイア・ツ・ムシカレイス・ミューチエルズといった合唱団をまとめる役割も果たしており、特に、 これらの合唱団のための合唱作品を作曲している。20世紀に入ると彼は、ピアノ、ソレーユ、レモンドムシカル、レメンベル、レモンドオーフィーニーク、ラルモニーといった様々な商業史と共同での仕事を行うようになった。ルーニョンは、精力的に作曲及び執筆活動を行い、文学作品や教本に加えて300曲以上の楽曲を書いた。 膨大な数のピアノ曲、2曲のオペラ、室内楽曲、声楽曲や合唱曲である。1896年、院長のテオドール・ディボアの指導下で、音楽院は作曲家が試験用楽曲を作曲することを義務化するようになった。このために、ルーニョンは、とりわけヘピアノ、ビオラ、フルート、トランペットの楽曲を提供した。彼が表した。 音楽理論とピアノ指導法に関する論文は今日でも利用されている。ルーニョンは1900年のパリバンパクにおいて音楽教育に関する共同業績によりゴールドメダルを授与された。また、1911年にはレジオンドヌール勲章のシェバリエに除されている。ルーニョンは1887年にマリー・ルイズド・ブールマンと結婚し5人の子供を設けた。彼は サンジェルマンアンレーに没した注釈出典。ありがとうございます。